知床半島沖で発生した遊覧船の事故から3ヶ月弱が経過いたしました。引き続き行方不明の方々の捜索に国土交通省全力を挙げてまいります。東京では今日6回目の事故対策検討委員会が開かれ、安全対策の中間取りまとめ案を示しました。この事故は知床沖で今年4月、乗員乗客合わせて26人を乗せた観光船 KAZUWAN が沈没したものです。いかにですね、ご遺族ご家族の皆さんのその立場に寄り添いながら対応していかなければならないということを、そういったところ、まあ、自分も実践の面も含めて職員一同、今一度ですね、それぞれが自らを律しながら対処していかなければならないと、こういうこともですね、学ばせていただいたということをですね、申し述べさせていただきます。中間取りまとめ案では、安全確保命令違反の罰則を現行の100万円以下の罰金からさらに強化することや、抜き落ちの監査を行うこと、さらに一定の水温を下回る海域では救命いかだの積載を原則義務化することなど、合わせて47項目の改善策が示されました。事故対策検討委員会は年内は議論を続け、最終的な対策をまとめる方針です。